皆さんこんにちは、フロマスクです。今回はですね、スチームサマーセールで購入したこちらのライド2ですね、こちらに挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちらバイクのレースゲームですねになるんですが、サマーセールでだいぶ安くなっていて、だいたい全部の DLC とかも含めて本体と合わせても2000円ぐらいだったかな。実際買うと1万円近くなるらしいんですが、安かったので購入していました。ということでもう早速ですね、ちょっと練習はしてみたんですが、やっぱバイク難しいですね。車とは全然違くて、コントローラーは Xbox のコントローラーでやってるんですが、とりあえずこれお金をどんどん貯めていろんなバイクですねアンロックしていきたいですね。で、今乗ってるのは最初に選べたバイクの中でホンダの NSR かな、 125R って書いてあったんですが、とりあえずこれを選んでますね。これ見るとメーカーとかもかなりいろんな種類があって、結構日本のメーカーもホンダとか川崎スズキヤマハとかありますよね。で、車種もかなりいろいろとあるみたいですね。だからここら辺は本当お金をバンバン貯めて早く購入したいですよね。めちゃくちゃかっこよさそう。で、あとはバイクのカスタマイズでどんどんパーツとかもアップグレードしてやっていくみたいです。とりあえずちょっとまだ練習しながらやってるので、このクイックレースですねやっていきたいんですが、結構サーキットもいろんなサーキットがある感じですね。関東神社巡りとかいうのもある。なんだこれ。あ、こんなのもあるんだ。で、ちゃんとこれフル日本語対応、ボイスも字幕も UI 系も全部日本語対応してますね。ニュールとかもありますね。とりあえずカーズとかでも走った、スゴーか、スポーツランドスゴーでいいのかな。ヤマハが所有する日本のサーキット、これにしときましょう。で、コンディションも選べる感じですね。で、オプションで3周で、とりあえずまだ慣れてないのでベリーイージーでやっていきましょうか。これ、あ、4周するとプラス 10%。 これボーナスクレジットってことですよね。これでやるか。4周もいけるかな。よし、とりあえず練習してどんどんお金貯めたいですね。あ、これはちょっと加速を多めにして、まあ、ここら辺も日本語でちゃんと出てるんでいいですよね。こんぐらいにしとくか。うん。結構シンプルな感じでできますね。多分これもパーツ揃えておけばいろいろできるようになるんでしょう。よし。とりあえず走っていきましょうか。いやー、音がいい。いけ。あー、遅れた。浮かび上がる。ギアとかもマニュアルで一応やってますね。この傾けるのがなかなか難しいんですよね。ぶつけそう。ぶつけた。よし、行け。よし。まあ、まだ AI はだいぶ遅いんで。あ、いかん。失敗した。なあ、結構早めにこう傾けないと曲がれないんですよね。この感覚がほんとまだ慣れてない。ああ、だいぶ、ひどい。だいぶこう、外側に行っちゃいますよね。
ちょっと加速重視めか。いかん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 。やっちゃった。なるべく速度を保ちつつ、全然曲がれないんですけど。危なよし。ダメだな、スピード上げられない。この先に試験員があるんで、よいしょ。ちゃんとやらないとこけたりもするんで、そこら辺要注意ですね。いやー、だいぶ差が6位か。まああと3周ありますからね。最高速がやっぱ伸びないセッティングだな。ほい、体を傾けて、あ、これいいな。あ、いいですね、こんな感じで。あ、ごめんこけたこんな感じでこけるのが危ないですね。やっちゃいましたね。結構ちょっとしたミスですぐこけるんで、よいしょ。ほんと繊細な操作が必要ですね。ちゃんとこう風の抵抗も考えないといけないみたいですね。姿勢を低くしたりして。危な、怖いな。よしよし、おーつだいぶ早くから体傾けてますよね、 AI も。こういう感じか。ただここはダメだダメだ、ここが難しい。あ、いいですね。よし、あと2周。よし、抜かした。また6位前戻ったか。ちょっとスピード落としすぎた。ダメだった。危ない危ない。なるべくぶつけないように。あー、失礼ひどいひどいな。やばい、遅かった。よし、いける。いやー、かっこいいですね。いかん、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 ミスった。よし、ここは高速ゾーンですね。あーっとミスった。ペナルティー入んのかな、これ。
けるいける、強引に抜かしたあと1周か。3位までには入りたいな。結構この曲がってる最終にブレーキかけても大丈夫そうだな。よし、スピード乗ってきた。危ない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 1位も狙えぞ。あ、なんか手で合図してきたら、怒ってる？なんか怒ってそうでしたね。怒られたっぽい。あーでも意外と1位まで、1位は厳しいか、クラッシュしないかなよし、お、いい感じいい感じ、意外といけそうだけどな。危なっ、強引に行った。危ない危ない危ない、失礼。この先の試験員で、ハハハハ、やっちゃった。あちょっと待って、最後の最後にひどい、最後の最後にひどいことになっちゃったな。あー、また6位だ。あー、最後に慌てちゃいましたね。あ、終わった最後のところひどかったな。あー、400しかもらえなかった全然お金たまんなかったですね。で、これリプレイ機能もあるんで、それで見てみましょうか。ボロボロになっちゃったな。これ、最初、アクセル上げすぎるとウィリーしちゃうんですよね。おー、かっこいいな。めちゃくちゃぶつかりまくってますね。フラフラしてる。すごい不安定ですね。あー、かっこいいな。繊細な動きは難しいですね、ジョイスティックだとなかなかスムーズにいけるようになるまでまだまだ時間かかりそう。おー、かっこいい。ちょっと一人だけ明らかに不安定ですよね。あー、こういう感じでいいですね。膝すってる。実際もこんなに傾けんの怖そうですよね。仮面ライダーみたい。あ、で、直線だとやっぱこう、体を低くした方がいいみたいですね。あー、危ない。すごいフラフラしてる。こうしてみると。あ、すごい。ちゃんとミラーまでちゃんと反射してますね。ここら辺強引行ったところだ。すごいな。わあ、綺麗。直線のところか。どれがどれかわかんないな。これか。
雨とかだともっと滑りやすいんでしょうね。そろそろ1回目のクラッシュシーンが見れるはず。あ、ここだ自業自得ですね。あー危ない、相手にぶつけてそのままこけてましたね。問題の最終ラップですねここで怒られたんだ。最終ラップほんとひどかったな。なんか手下げられてましたよね。すごい怒られたんだと思うな、あれ。あーいいですね。リプレイだけ見るとなんかそれっぽく見えんな。この先だ。ここのコーナー越えて、あー、さえぶつかってる。あー、ここひどい。この先の試験員がひどかったですね。ここで大暴走でしたね。こけた。一回目のクラッシュで、その後も。二回目。ひどかったな、ここは。焦りすぎでしょ。